今ですね、ちょっと急遽動画を撮っているわけなんですが、なんとあの有名なみどりさんが、続報を出してくれました。これっていうのがドラクエの日。そう。明日ですね、ドラクエの日があり、運命の日、ドラクエの新作情報、ないしは、すでに発表されている新作の続報が出ることが濃厚となっておりますが、じゃあ具体的にどのようなタイトルが情報として出てくるのか、そちら超有名なリーカーのみどりさんが、続報をですねこのタイミングで出してきましたので取り上げていきましょうか。結論ですね、こちらタイトルにも記載がありますが、ドラクエ3リメイク続報は今年出る。ドラクエ9やノバ関連プロジェクト、はあ、でかつ一気にではなく0時12時22時バラバラに発表されます。これらの時間は前後になる可能性があります。はあ、っていうことで、あのみどりさんがこうおっしゃってるんで、まあそうなんだろうなと思ったんだけどさ、本当に？今のところはドラクエ12、ドラクエ3リメイク、ドラクエ9関連プロジェクト、ノバプロジェクト、少なくともこの4つが動いている。まあこれはすでに周知の事実かと思いますので、まあそれはそうだろうなと思っているんだけど、ついに情報出てきたな。ドラクエ9か。まあここに書いてあるもんね。っていうことは関連プロジェクトってのがよくわからないけど、なんかそのリメイクとは明記されてないよね。ちょっとそこが気になっていて、何なんだろう、まあ、要するに、ドラクエ9のリメイクではなくて、例えばそのサブストーリーみたいな外伝みたいな位置づけでゲームを開発しているのか、多分そういったことを指してんのかな。まあ、ちょっとねこれだけだとわかんないんだけどさ、まあ、可能性はこれを見てるとちょっと高そうではあるよね。取りやめになったプロジェクトはどれだ。ドラクエ3リメイクはもっと早く出せたけど、あえてスイッチ2を待ってましたっていう雰囲気に持っていかないと、マイナスイメージを払拭できない。まあ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 。まあ本当にこの4つが発表されたらすげえけど、まあ少なくともその、なんだろうな、冒頭でも言った通り、続報枠が、まあこの2つとすると、でまあ過去3年間何も情報出てないから、まあ可能性は高いよねっていうところと、あと新作枠っていうのが別途あって、でその新作枠っていうのがこれっていうことか。まあ多分俺ね、ソシャゲじゃないかなと思うんだけどね、なんか外伝というかソシャゲじゃないかやっぱり。でこのノバプロジェクトがちょっとよくわかんなくてさ、これ何？大の大冒険？なんだ？いや、これは当日にならないとわかんないのか。どうなんでしょうか。ノバプロジェクト？大の大冒険？いや、まさかの、まあ、確かにこれは普通にあり得るんだよな。大の大冒険のゲームが、去年出たと思うんですよ。で、なかなかとんでもない、内容で、すごい話題となっておりましたが、悪い意味で。ただ、この大の大冒険っていうのが、実際買った人ならわかると思いますが、かなり中途半端な状況で、ストーリーが終了となっておりました。で、まあ、ここはね、多くの方がご存知かと思いますが、まあ、中途半端な状態で終わっちゃったんだよね。まあ、これどういうことかというと、明らかにその続くよねっていうような終わり方だったので、まあ、その、公式の意向としては、評価悪かったけど、もう続編をね、開発していた状態だったので、今更もう止めることができねえみたいな。だからもう走り出してるこのプロジェクトね、もう途中で終えることできないので、で、おのずとこの大の大冒険の続編をね、出さざるを得ないと。で、結果としてこちらの、大の大冒険が新作枠として発表あるんじゃねえか。
ていうお話なのかな。まあ確かに中途半端な終わり方したから、まあ続編あんだろうなと思ってたので、まあ別になんかびっくりするっていうほどではないんだけど、ただあれだけなんか不評を買ってたからさ、さすがにちょっとこのタイミングで出すとめっちゃ荒れるんじゃねって俺思っちゃうんだけどね。なんかもうちょっと冷却期間というか、スクエニに力をその、なんだろう、取り戻していただいてから発表した方がいいんじゃないかなと。いやーけど、これこのタイミングで発表となったら、また荒れるよね。間違いなく。っていうか、多くのユーザーが警戒して買わないよね。っていう流れはもうね、目に見えてしまってるから、まあ頭出し程度で終わって、実際の発売はもっと後になっちゃうかもしんないけど、ただ、ノーバープロジェクト。ちょっとこれ、個人的に一番気になるなと思いました。まあ普通に可能性としてはあるからね。大の大冒険、普通にね、前作の続きをやりますよ、みたいな感じで。ストーリー転換もしやすいと思うから、普通にあり得るんじゃないかなと思いました。で、ドラクエ3リメイクに関しては、続報を今年出るといったお話になっておりますので、ちょっとここで気になってくるのが、発表とか、発売とかではなくて、続報が出るってのがよくわかんなくてさ、いや、その発売しないのみたいな。けどさすがにさ、これだけ待たせて、続報出しました、トレーラー出しました、以上ですみたいな、なんかそんなお笑い展開はさすがにいただけないんじゃないかな、ユーザー目線で言うと。いや、もうそろそろ発売日とか発売時期とか教えてくれよと。で、それだけでもいいからっていうような方が多いのかなと思ってんだけどさ、たださすがにね、大方のなんだろう予想としては、少なくとも今年中に出るだろうと考えてた方が大半だったかと思うんですよ。今年の例えば11月とか12月とかこの時期に出るんじゃねえかみたいな。たださすがに年またいで25年発売っていうのはさすがになーっていう。まあ本当にこれ任天堂スイッチ2にシフトしてんのかな、どうなんだろうね。もはやなんかここまで来るとよくわかんねえけどさ、まあとりあえずあの緑さんが、そうおっしゃってるので、まあ可能性は極めて高いんでしょうね。まあとりあえずドラクエの日が、間もなくやってくるかと思いますので、ぜひ皆さんの予想であったりとか、まあこういった情報がやってくるんじゃないかとか、そういったところをですね、コメント欄で教えてください。発売じゃなくて続報っていうのがちょっと引っかかるような、もうやる気あるのみたいな感じなんだけど。まあとりあえず、みどりさん。極めてね、この方の情報って、当たる可能性が高いというか、ほぼ全て当たってきているので、まあ、これも多分当たるんだろうなと思っているので、今回共有させていただきました。ただ、時間帯で区切られてやってくるんだね。まあ、そんなところでございます。堀井さん、懐かしいな。いやー、マジで、堀井さん、何なんだろうね。まあいいや。はい、ってことで一旦動画終わりましょうか。お疲れ様でした。